さあ始まりました TYT の釣り動画。今日はですね、バス釣りルアー紹介編でございます。 TYT の釣り動画ルアー紹介です、ということで、ルアー紹介といってもですね、皆様待ちに待ったねてっちゃんのタックル紹介の、ルアー編でございます。少ないけどね今回はですね、僕が持ってるルアーを全部見せてくれとか、いろいろあったんですが、それやっちゃうとものすごい時間がかかると思うんですよ。長年の蓄積物が多いしね、多すぎるで、今回は、とりあえず春というテーマにして、でさらに春の中でも巻物ルアーを紹介しようかなと。では行ってみましょう。とりあえずルアーのジャンル大雑把に説明しておこうかなと。とりあえずまずスピナーベイトですね。スピナーベイトね、で大雑把にクランクベイトね。これはレンジ違いでございます。潜る深さ違いね。そう、ミノですね。ミノね、これは大きいのとちっちゃいの、ジャークベイトだな。ジャークベイト、でシャットでございます。シャットね。そう、ちょっと種類が違うけど、一応ジャンル的にはシャット。こういうね、スイングベイト、スイングベイトね。シャットテールワンね。シャットテールワン、スイングベイト近い感じね。スイムジグですね。これも同じようなジャンルだけどちょっと違うと。なるほど。最後にバイブレーション。バイブレーション、とりあえずこんだけの、種類のルアーを結構使うことが多いんですが、今日は、ルアーのジャンルもそうですけど、使いどころ、そう、使い分け方を、軽く、そのバス釣りの基礎はあれど、てっちゃんは僕がこうやって考えて使い分けてますっていうのは、春のもので、こういう状況だったらこのルアーかなとか、こっち投げるかなとか、いろいろ今から説明していきたいと思います。ということで、自分の中でジャンル別に並べ替えてみたんですが、僕はまずその釣りをするときに見ることが天候ね。天候の前後とかも大事になってくるし、春は特にね。前日とか直前までどんな感じだったか、大事になってくるし、水の色、あと水温とか、大雑把に言うとそのぐらいをまず見ます。じゃあこっちからいこうかな。じゃあ分かります。濁ってるとき、スピナーベイト、クランクベイト、バイブレーション、この深いところと浅いところが近いところにバスって絶対いるんだけど、その春はね、ここが一番深いところでしたら、これ徐々に上がっていくわけよ。寒いとまたキュッとこう一段下に下がったりとか、あってかいとまた浅いところに魚が行ったりっていう行き来するんだよね。でそれを繰り返してシャドウに入っていくんだけど、産卵もそうだし餌も取ったりとか。バイブレーションに関しては、気温が落ちたとか水温が落ちたっていった時に、ちょっとこう杭が渋ったとか寒い時とか、レンズ下げたい時でボトムこついてとか、プラスやっぱ杭も悪くなるから、リアクション要素が高いルアーを選んでる。別にこの辺で届くんだったらね、別にこれでいいんだけど、そうじゃない場所だったりとかすると、そうかそうか、バイブレーションでそこまで落とすと。なるほどね。基本的には天候の悪い日とか水も悪い時がこっち方面に動かになります。でこの真ん中ね、真ん中は簡単に言うと、水がきれいな時とか晴れてる時とか、春のなんかジャークベイトってよく言う定番で言うけど、濁ってる場所であんまり投げないね。そんなに言うほど寄せる力がないというか、ジャーキングしてても寄せる力がない、あんまりそんなにないと思うんだけど、例えばこのジャークベイトとこのこの辺とか、この辺もそうかな、この2つとか、この上のんだよね、とか結構魚浮いてる時、中層に、中層に浮いてるということは水温も高いわけですよ。で天気も良かったりとか、結構やる気のあるやつに狙うのに向いてるから、中層向きのルアーになるんだよね、この辺がね。でもこの辺に関してはレンジコントロールできるけども、でも基本はそういう使い方をするんだ。今ソウルシャットとリーブルシャットが今あるんだけど、ジャッカルのね、シャットの中でもさ、俺の中全然違くて、動きもこっちがタイトだったりとか弱かったりとか、こっちはましてやフローティングだったりとか、ポンってこう浮いてくる感じで動きが強いというね。そう、シャットの中でも割とブリブリ動くようなシャット、場合によっちゃこっちに来るとこないよね。これじゃあちょっと強すぎるな、でもこっちは弱すぎるなって時にこの中間に後編が来たりとか。なるほどね。チャンネル登録お願いします。こっちはですね、ここと似てるじゃんっていう思うんだけど、うん、似てる。なんでそうやって分かれてるのか全然見当がつかんまあこれに関しては、うん、単純にオフセットフック使うことが多いから根がかりしにくいと。例えばレイダウンとか、まあ、ごちゃごちゃするとこでね、スキピングしてこう中に入れてようかな、中にロア引っ掛けたくないようなところとか、うん、のシンカーで使ったり、うん、ネイルシンカー打ったりウェイテッドフックを使ったりとかね、ストラクチャーの際を通して、うん、ズボンってこう、なるほどね、下から食い上げるみたいな。そうそうそう。だけど俺の中では、うん、ここの2つは特になんだけど、うん、ローライトの時に使うことが多いです。ローライトのやる気のある時の感じ、ローライトだけど水温が高いとかさ、例えばあったかい雨が降ってるとか、まあ、大体春って雨が降って水温が上がっていくから、うん、そういう時はこのスイムベイトをね、なんだっけ、シャットテールワームとスイムベイトとか、まあこれもそうかな。うん、そいつはそこに生えてくると、うん、この辺とか同じとこ通せないからね、うん、あ、そうだね、ストラクチャー絡みだもんね。ルアーこう木の下滑らないじゃん。そうだね、スキッピングで入れないし。そうこっちとか、まあこれとかはさ、まあこの3つか、結構簡単に。そうだね、簡単に滑ってくれるからね。そういう使い分け。なるほどね。まあざっくり言うとこんな感じじゃない。はいはい。ということで、こんだけなのみたいな、なんか煽ってきたから、谷ちゃん煽ってきたから、いやそんなこと言い出したらまだあるけどねって細かくもっと言っちゃうと。でまあ、ってなると、まあ、よく言われるのがやっぱビッグウェイトだね。うん、そのまあチビタでかな、うん、とか議論ね、ジャッカルの議論、このサイズもそんなに大きくないんだけど、でも程よい。であとこういう基本的にはビッグウェイトっつっても、うん、僕個人的にはそんな大きいの、うん、投げないのであんまり。そのビッグウェイトはどういう時に使うの？ビッグウェイトはね、うん、それこそそのカバー際にこうチュンチュン通したりとか。なんかこのジャークウェイトとかもそういう使い方するんだけどさ、あんまり投げずに足元だけをジャークしてきたりとかっていう使い方をよくするんだけど、まあそれをこの辺のものでやったりとか、であとこれはもうちょっと本当に特別編の、今結構流行ってるよねこのセッティング、スピナーメイトにでかいシャークって言ってるな。ちなみにこのセットでは釣ったことないんですが、昔このスピナーメイトにシャットテールっていうセッティングやってたんだよね。もうちょっとちっちゃいシャットテール。でもそれはなぜやってたかっていうと、すごいゆっくり弾けるんだよね、少ない目とか。ゆっくり弾けるなと思ってやってたのが、ちゃんとプロの方が。僕はこれ今、単純に釣ってみたい。そのサイズつけたことないもんね。そうそう、ないないない。今そこに一応ルアー並んでるやん。で、じゃあなんでそのルアーチョイスしてんのっていうのを簡単に聞いてこうかな。この一個一個。そうそうそう。簡単に。でもまあ好みもあるよ。そのメーカーがそのメーカーのルアーが好きとか。そこに並んでるの何があるメーカー？ジャッカルでしょ。ジャッカル。OSP。レイドジャパン。レイドジャパン。あとデプスかな。デプス。そんだけじゃないか。意外となんかまとまってたね。そうだね。だから多分俺の好みのメーカーなんじゃないか。まあでも別に僕的にはこれじゃなきゃいけないっていうわけじゃないと思うから、それは好みでいいと思います。なるほどね。スピナーベイトはスピナーベイトは別に自分の好きなメーカーのスピナーベイト使えばいいし、まあジャンルで言うとまあこういうことだよっていう。あとはまあ色とかはまあ好みでいいんじゃないか。なるほど。濁っていればあれなやつでいいし、なんか人によるじゃん。スタニーとかこういうの好きでしょ。俺そういうの好きでしょ。わかる。なんかそういうのでいいと思う。わかりやすいの好き。春は意外とこういう派手な色が効いたりしますね。うちは俺が個人的になんかよく釣れるなって色はこのブラック。多分その派手な色がいいですよって言われてるのもさ、目がぼやけてるとかさ、見にくいとか、冬で寒くて、そうって言われてるけど、そういうとこからブラックってまあくっきりするじゃん。そういう面ではいいのかな。そのタイミングでなぜそこに入ってそれを投げたみたいな、そういうのが釣果につながるのかなと思う。なるほどね。で皆さんこれ気になってるかもしれないね。このオタクなんだと。これはただの飾りです。違う。これはここのルアーを投げるための一応タックルね。 MH だね。 MH だからまあこういうものをビッグウェイト投げたり、こういうね重めのスピナーベ投げたり、こういうの投げたりとか。なるほどね。いわゆるこのスイングジグとかね。あ、それもいくんだ。この辺とかね、割とバシッと合わせる系を。そうシングルフック的なやつとか、オフセットフック、トリプルフックじゃないものをねバシッと合わせたり、あとカバー絡めたりするもんね。真ん中はミディアム、この辺だね。この辺、これもまあ一応ミディアムできるから。スピナーベルトも重さによるけど8分の3とかとかだったら全然ミディアムで投げるし、重かったらこっちのミディアムヘビーか。なるほどね。あとバイブレーションもそうだし、バイブレーションそうだね。でこの辺のクランクとか、まあシャット、この辺だよね。この辺がミディアムライトだね。このシャフト系はミディアムライトで絶対投げるけど、ここの2つとかこの絶妙なラインだよね。これ別にこっちでも投げれるけど、こっちも強みはあるしみたいな。こっちはラインで言うと8ポンドと8ポンドか10ポンド、これは12か14で、これは絶対16とかから上って感じなんだね。ラインの太さでその飛距離も変わってくるやん。投げる場所がさ、足場高いなと思ったらちょっと強くしたいなとかさ、そういうのも関係してるよね。一応この3本があれの巻物ルアーでメインに使うタックルね。はい、じゃあそのタックルの詳しい説明はね、画面の右上にリンク出てますね。そう、その辺に出てますんでね、そこから飛んでみてください。まあこんなところですか。そうですね。なんかこれ見てるとワクワクしますね。そうやな。あとまあちょっと持ってくださいだけど、メタルパイプも使います。バイブレーションと使い分けで。リフト&フォールもただ巻きも。でちゃんの説明もこの辺で以上ですか。以上です。以上ですか。もう以上です。さらっと帰ります。もう帰りますか。もう釣り行きます。実は行ってきたんですけどね。釣り行きます。釣り行くみたいなんでね、やっぱりそのルアー並べて見てたらワクワクしちゃって。もう釣り行かないと。これ投げないと。そうですね。下から逃げちゃうから。はい。じゃあまあカメラ一人でね持ってってもらって、頑張って釣ってきてくださいね。そんな見たことない。というわけで皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければいいねボタン、チャンネル登録お願いいたします。はい、それでは、カットです。皆様今ですね、ここでただの釣り人がこの動画のサムネをどうしようかなって悩んでます。サムネこうやって撮ったらみんな見てくれるかなって考えてます。釣り人はルアーを触ってるだけで幸せそうです。え？ディスってないよね。だって俺だってただ釣れない俺だって新しいルアー買ってきたりしてさ、並べて触ってるとさニヤニヤするもんね。